か行ったっすね。どっか行った。あ、おった。また買いに行った。女の人しか経験者じゃないらしいです。あ、そうなん、はい、なんで知ったんそんなこと。お金から。お金なんで知ったんのこと知ったん。さすがやな、さすがドンやな。敵チームのことまで。なるほど、動画いらないかもしれないって言われました。あかねが、取らんでもいいけど、うん、どうせね、消されるかもしれないけどね。なんか言いたいこといっぱい言っとこう。悪口言うことない。いやなんか、めっちゃやりやすいけど、緊張がほぐれないです。あれそうね、相手も微妙だしね。なんか強いチームなさそうですよね。こっちはなんかそのアンパンマンってチームとかちょっと強そうでしたね。まあ大丈夫。なんかもう明日に行ければ気が楽じゃない。いや本当そう。別にさ負けてもさ、はい、だって勝ったらもうベスト8やろ。十分やろ。ですね。ベスト8抜けれた時点で過去最高記録です。マジ？ベスト4以上になったことないんですよ。いけるよ。だってベスト4でももちのチーム4チーム多分今日練習や練習やけん。練習あとでやるって言ってたじゃないですか、うん、このコートやるんですか。4年ここにあるんじゃない。できるんですかね。いつものサーブ入らんで顔持ってきとうかや。あどうせさ明日あれやん、ももち同士で戦うけんさ。もうちょっとクマさんと合わせてきたいなと思います、ね、思ったより俺が早く入りすぎて。そうね、クマさん結構ゆっくりやけど、はい、うちらもさ、キャッチいつもさ、はい、何タイスさんとかコウキさんとかやったらピュンって返すけどさ、それじゃない方がさ、いいけどさ。よいしょエロいなイエイイエイって言うけど、今後の試合がいい。余裕持ってプレーしたいです、うん、10点ぐらい開けばもういいやん。あゼロ対11でチェンコです。それと出た、うん、向こうなんだよ。もうなんか向こう映る。クマさんが多分ブロックしてくれます。クマさん全部ブロック渡しとってくれます。ワンタッチのさボールを後ろに走るのめっちゃ嫌いやけんさ。クマさんそれめっちゃ多いよ、ね。はい、だけどね、マジやばい。怒られる。応援してよ。バイバイ。いつも走る。やって
はい、かちこめかちこめ。あ、そうなんですか。あ、多分そうです。多分横。うえぇ、やばい、ゼロ太郎や。こんにちは。相手シードよね、さすがに。シードかっこない。アップしたいわ。アップしたいですね。早く水気終わらせて。どうだろうや。21対0で勝ちました。お疲れ様です。